次に、ポールを、下り斜面で、ついていく、ポイントをご紹介します。下りはストックをやはり握り込んで前の方に手を突きに行こうとすると軸が前に曲がってしまって腰が引けてしまうので太ももの前側で衝撃を受けてしまいがちです。ですので腕の軌道は変えずに軸をまっすぐにするためにポールの操作の仕方を工夫していきます。で、ポールをやはり握り込むのではなくて親指と人差し指でポールをまず軽く、輪っかの中でコントロールします。で、次に自分の進行方向前方へポールをスライドさせるようなこの動きを基本としてみてください。そうすることによって速い操作リズムよく前にポールを出していくことが可能になります。スキーの、コブ斜面モーグル選手なんかのポールワークを参考にしていただくと分かりやすいと思います。